ファイアフェスティバルは、ファイアメディアインクの CEO であるビリー・マクファーランドと、ラッパーのジャルールが、詐欺的なマーケティング手法を用いて企画していた、音楽祭である。2017年の4月28日から30日と5月5日から7日に、かけての開催を予定していた。多数のインフルエンサーやセレブリティに、インスタグラムでイベントの告知を行わせる、ステルスマーケティングを用いた。 プロモーションキャンペーンを展開した。インフルエンサーらは、ファイア側から報酬を支払われていたが、この事実を当初は公にしていなかったものが多数存在していた。開催初日に至った時点でこのイベントは、警備体制、食事の提供、宿泊施設、医療体制、出演するミュージシャンらとの関係等において、深刻な問題に直面しており、 無期限の延期が発表されついですぐに中止が発表された。イベントの参加者は数百ドルの参加費を支払ったもののイベントで提供されたのは粗末な食事とアメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁が災害時に使用する被災者支援用テントに宿泊することを余儀なくされた。2018年3月、マクファーランドは出資者やイベント参加者に対する郵便及び 通信詐欺の容疑で告訴され、さらに保釈期間中に、イベントのチケットを販売していた業者に対しての詐欺容疑でも告訴された。同年8月、マクファーランドは、有罪となり、懲役6ヶ月及び2600万ドルの罰金を、課せられ収監された。またその他イベント主催者らも少なくとも8つの裁判を、起こされており、複数のクラスアクション訴訟で訴えられる可能性があり、 さらに損害賠償として1億ドルを求める訴訟の対象となる可能性もある。このイベントの悲惨な天末は Hulu で公開された Fire of Road と Netflix で公開された Fire, 夢に終わった史上最高のパーティーでそれぞれドキュメンタリー映画の主題となったほか CNBC が放送しているドキュメンタリー番組でも特集されたビリー・マクファーランドと ジャルール2016ウェブサミットにて参加者の移送のため使用された旅客機。もともとこのイベントはファイアミュージックブッキングアプリのプロモーションのためビリー・マクファーランドとジャルールにより企画された。ジャルールはマクファーランドが共同創設者であったベンチャー企業マグナイジズ主催のイベントをたびたび訪れておりマクファーランドを知るようになった。マクファーランドとジャルールは バハマへプライベート機で飛行中に、かつて犯罪組織メデジンカルテルの幹部であったカルロス、レベルが所有していたことのオマンズ系に短時間着陸し後になってこの島の曰くを知った。マクファーランドはこの島でイベントを開催することを思いつき、現在の島の所有者との間で、メデジンカルテルのボスであったパブロエスコバルとこの島の関係を公にしないということを条件にリース契約をした。 2017年初頭には水着姿のスーパーモデルたちが登場するプロモーションビデオも公開された。これはノーマンズ系で撮影され、南の古島で有名ミュージシャン、一流の宿泊地に食事といった特別な体験ができるとアピールしていた。こうしてフェスの企画は進んでいったが、ビデオの中でかつてパブロ・エスコバルが 所有といった胸を語っており、オーナーはこれを契約違反としてリース契約を解除されてしまう。それにより、イベントのための新たな島を探さなくてはならなくなった。また、実際には以前の所有者がメデジンカルテルの幹部であったというだけで、ノーマンズ系をエスコバルが訪れたことは一度もない。いくつかの小島が開催地候補に登りながら消えた後、 グレートエグズーマ等の開発用に確保されていたローカーポイントでバハマ政府は開催許可を与えた。ソーシャルメディアでは依然開催地がエスコバルの所有していた島だという虚偽の情報を発信し続けていた。サイトに掲載された地図も実際は大きな島の一部であるにもかかわらず切り取られた一地域だけを表示しまるで孤島であるかのように装っていた。また、 マクファーランドらは、ファイア系なる、架空の島の名前をでっち上げ、ローカーポイントという地名を、あたかも存在しないようにする工作活動を行った。実際の開催場所は、サンダルズリゾートの運営するリゾート施設の離れた駐車場であり、グレートエグズーマ島は、個人所有の島でもない。2016年12月12日、ケンダル・ジェンナー、エミリー・ラタコースキー、 およびファイアによって報酬を支払われた他のインフルエンサーが炎のロゴのあるオレンジ色の正方形の画像を同時にフィードに投稿した。ロゴをクリックするとベラ・ハディットと彼女のエージェンシーのモデルが熱帯のビーチを走るプロモーションビデオが開いた。ビデオ内のテキストは没入型音楽祭2つの変革的な週末不可能の境界線上と約束していた。これが ファイアフェスティバルのプロモーションキャンペーンの始まりだった。投資家でファッション担当のカローラジーンは、ファイア社がマンハッタンのトライベッカ地区にある豪華なオフィスを借りるための400万ドルの融資を受け取れるよう画策したとされる。企画した規模のイベントを開催した経験がない。マクファーランドは大規模イベントを開催した経験のある企業やコンサルタントに意見を聞き、 この程度のイベント開催には最低でも5000万ドルか、それ以上の予算と数年の準備期間を要する胸の意見を聞き非常に驚いたという。マクファーランドらは可能な限り自分で物事を進めようとしたが、ステージを借りる方法はおそらくグーグル検索で学んだとみられる。2017年の4月と5月の2週の週末に予定されていたこのイベントでは、 500ドルから1500ドルまでのデイチケットと航空運賃と高級テントの宿泊施設を含む VIP パッケージが12000ドルで販売された。客の宿泊場所では近代的でエコなジオデシックドームと有名シェフによる食事を約束された。最終的に発表された出演者はプシャティ、タイガ、デザイナー、ブリンク182、メジャーレーザー、ディスクロージャー、ミーゴス、 ケイトラナダ、リルヨッティ、マトマ、クリンガンデ、スケプタ、クラップトーン、レユース、テンスネーク、ブロンド、イッシュ、リーバリッジなど30以上のグループに上った。しかしながら開催数日前という時点で、すべての出演予定であった、グループ及びミュージシャンらの出演は取りやめられた。さらに、 メジャーレーザーに至っては出演の予定そのものがなかったにもかかわらず出演予定であるとされていたという。また、全く同じ日にグレートエグズーマ島にて、レガッタが開催される予定であり、島の人的物的資源はほぼすべてこのレース開催に投入されていたため人手不足、物資不足は深刻となった。すでに5000枚のチケットが販売され、マイアミから、 イベント会場へのチャーター機が用意されていた。医療サービスとケータリング業者も雇われたが、彼らはフェスの数週間前に撤退してしまった。その後たった2週間で新しいケータリングサービスが100万ドルかけて用意された。そこでは地元のシーフードにバハマ風の寿司、そして豚のローストまでも含む本格的な島の料理が提供されるとしていた。 2017年3月にファイアはベテランのイベントプロデューサーヤーロンレビューを雇った。彼はサイトで宣伝されているようなイベントを開催することは不可能であると感じ、11月にイベントを延期するべきとしたがファイアはとにかく春にイベントを開催すると譲らなかった。彼は期限内に宿泊施設を用意するにはビラは諦めてテントを建てるしかないといい。 チケット購入者にはそれを正直に伝えるよう勧めた。レビは会社から電子メールが用意されていると聞いたらしいが、それが送信されたのかはわからないという。コムキャストベンチャーズはこのアプリに2500万ドルを投資することを検討していた。マクファーランドはコムキャストの投資金によってイベント開催に必要な資金を調達できるであろうと考えていたが、数日前には 辞退されてしまった。伝えられるところによれば、マクファーランドは、ファイアメディアを9000万ドルの価値があると評価していたが、コムキャスト側に、それを証明する十分な証拠を提供することが、できなかったという。イベント主催者の一人が、ニューヨークマガジンに寄稿した文章によれば、少なくとも3月中旬以降、計画に、重大な問題があるので、2018年に万全な、 状態でフェイスを行うため、2017年のフェイスを中止することで合意していたという。しかしこの計画は予定通りにイベントを進めることが決定されたため、ドタンバで取り消された。主催者の一人が、やろう、そして伝説になろう、と言ったとも伝えられている。同月下旬には、ニューヨークポストのゴシップ記事コーナーである、ページ6が主催者らの統制がかなり乱れておりも早手に、 追えないような状態である旨を報道している。コムキャストとの契約が流れた後、マクファーランドは、投資家のエズラバーンバウムを介して、16日間以内に、少なくとも50万 US ドルの返済を条件に、ファイアへの一時的な資金調達を行った。これにより、短期間のうちに、返済のための資金を調達する必要に迫られ、チケットの購入者宛てに、 イベント期間中は、現金もクレジットカードも、使用不可でり、代わりにフィード付きのスマートウォッチのような ID を発行しこれを使用した、プリペイドサービスのみ利用化であるとして1000ドル程度を、あらかじめチャージするようにと発表し、返済資金を集めることを画策した。このような機器の採用は、開催地の Wi-Fi 環境が貧弱であるために役に立たないと警告されていたにもかかわらず、行われた。 この急遽準備されたプリペイドサービスにより約200万ドルが集まり、後にバーンバウムに起こされた訴訟によると、その40%はマクファーランドに短期ローン返済のために使われたという。4月27日の早朝、グレートエグズーマに大雨が降り、水浸しとなったテントとマットレスが屋外に積み上げられた。マイアミ国際空港から、 エグズーマ国際空港への最初のフライトは、スウィフトエアーとエクストラアウェイズによって運行され、午前6時20分に到着した。その日の午後、ブリンク1 8には、ファンに、いつも通りのパフォーマンスをできる状況にない。と、ツイッターにてツイートし、イベントから撤退したことを発表した。最初の到着者は、ビーチサイドのレストランで、即興のビーチパーティーに連れて行かれ、 そこで彼らはアルコールを出されながら、祭りの現場での必死の準備が続く間、およそ6時間待たされ続けた。その後、さらなる現場の実態が明らかになっていった。来場者はフェスの拠点で手続きなども行っていたが、何時間も経つうち次第に混乱状態となり、人々は自分のテントを求めて走り出した。日が暮れる頃、地元のミュージシャンたちがステージに上がり、 数時間に演奏した。これがイベントで唯一の演技だった。早朝、イベントの延期と出席者を迅速に前網に戻すことが発表された。現地からの報告では、荷物の誤った取り扱いや盗難、汚れた床のテント、濡れたマットレス、参加者は宿泊場所がないため眠ることもできない、などと伝えられた。聖地は未完成で医療関係者や、 イベントスタッフは不足、携帯電話やネットサービスもなく、トイレは仮設便所で、ろくに水もなく粗末な食事しか出なかった。島への往復のフライトは、これ以上の飛行機の着陸を禁止する政府の命令によりキャンセルされたため、多くの参加者が取り残されたと伝えられている。マイアミへの最初のフライトは、4月28日の午前1時30分。 登場であったが、問題があり数時間遅れた。夜明け後にはキャンセルされ、乗客はエグズーマ空港のターミナルに閉じ込められた。食料や水もなく、ある参加者の証言では、少なくとも一人が暑さにより入院しなければならなくなった。その便は結局その日の朝出発し、その後マイアミへのチャーター便が終日、エグズーマから飛び立った。ビリー・マクファーランドは、 2013年に25人の従業員を要するカード会社、マグナイゼスを設立した。年間250ドルの会費で、プライベート会員限定のコンサート、有名シェフの食事会、そして最高のギャラリーでの独占的なアートプレビューなど、人生を次のレベルへと引き上げることを約束していた。ワシントンポストは、これらの恩恵うち、いくつかは実現されなかったか、または、 宣伝からかけ離れていたと伝えた。ビジネスインサイダーの言うところでは、彼らはすべての問題に対して同じ、e、メールを送信するが、問題が何であるかを記入するのと同じと元メンバーは語っていたという。マグナイゼスは2015年には黒字になったとも伝えられている。ワシントンポスト紙はまた、マクファーランドが以前の事業で過激化の歴史があると報告し、 複数の事例を挙げた。一例としてミュージカルハミルトンの VIP チケットを430ドルで販売した後、直前でキャンセルしたことがあった。ベタービジネスビューロへの苦情で払い戻しを求めている顧客の一人は、1月半の間に複数の問い合わせに対して応答がないとしている。このイベントは、ケンガル・ジェンナー、ベラ・ハディット、エミリー・ラタコースキー、ヘイリー・ボールドウィン、 エルザ・ホスク、シャネル・イマン、ライス・リベーロ、アレッサンド・ラ・アンブロジオ、シャニー・ナ・シャイク、ネイディーン・レオポルド、ローズ・バートラム、ジゼル・オリベーラ、ハナー・ファーガソン、その他女優や有名人により、インスタグラムで宣伝されていた。ラタコースキーは、ハッシュタグ、アドを使用した、唯一の女優、またはモデルであると報告されているが、この件以降投稿を削除した。後になって初めて、 ジェンナーと他の者たちにも投稿を行うために報酬が支払われたことが報告された。これは連邦法の下で解除を要求されたものである。連邦取引委員会は、アドは有料投稿の開始時に飲み機能し、ハッシュタグだけでは十分な面積事項ではない。と述べた。ハディットはこのプロモーションへの参加を認め、謝罪した。ボールドウィンはイベントの影響を見て、 彼女が全額を事前団体に寄付したことを明らかにした。ジャルールはツイッターに、これは詐欺ではない、私の失敗ではないと投稿した。ファイアフェスティバルはエグズマ島で一生に一度の音楽体験を提供することに着手しました。私たちの手が届かない状況のために物理的なインフラストラクチャが時間通りに整備されておらず、私たちはお客様のために安全に、 そして楽しくそのビジョンを満たすことができません。現時点ではフライトのスケジュールを立て、全員がグレートエグズーマ島から安全に素早く帰宅できるよう最大限の努力を払っています。私たちはこれらの計画を調整しているので、現在島にいるゲストは空港に着くために彼ら自身で手配をしないようお願いします。私たちは本日、 マイアミへの無料チャーターに参加できるよう努力しています。このプロセスが始まり、お客様の安全と快適さが私たちの最優先事項です。私たちが想像したような質の高い経験を生み出すことができるかどうか、そしていつそれができるかをさらに評価できるようになるまで、フェスティバルは延期されています。この困難な時期には予測不可能な状況を改善するために、 可能な限り迅速、かつ安全に取り組むため、全員の忍耐と協力を求めます。私たちは、利用可能になった時に、私たちのゲストに、私たちの公式のソーシャルメディアチャンネルを通して、電子メールをで、定期的な更新を通知し続けるでしょう。ファイアフェスティバルのウェブサイトに載せられた声明多くの報道機関は、この混乱ぶりを、ウィリアム・ホールディングの小説、 ハエノオとスーザン・コリンズの小説、ハンガー・ゲームと比較した。バハマ政府観光省はその国を代表して謝罪し、イベントがどのように展開されたかについては一切の責任を負うことを否定した。ファイアフェスティバルは全参加者に全額払い戻しか、翌年のフェスの VIP チケットの提供を発表した。ファイアフェスティバル失敗の結果、マクファーランドとジャルールは、 カリフォルニア州で1億ドルの訴訟の対象となった。これは150人以上の原告とともに、集団訴訟を求めている、弁護士のマーク・ゲラゴスによって、ダニエル・ユンを代表として起こされた。申し立てによれば、ユンの訴訟では、詐欺、契約違反、審議誠実の原則の違反、及び過失による虚偽表示を主張している。ゲラゴスの事務所のベン・マイセラスは、 このフェスティバルを無謀かつ盲目的に宣伝したすべての人々に説明責任を負わせると制約した。これはジェンナーやハディットおよびその他のインフルエンサーに向けられていると解釈された。マイセラスはファイア側が内部告発者に中止および撤回の手紙を送ったとも述べた。ファイアメディア、マクファーランド、ジャ、ルールおよび 複数の主催者に対する第二次集団訴訟が3人の参加者を代表して弁護士、ジョン・ジラルディによりロサンゼルスで起こされた。原告は彼らが400以上の SNS 上の有名人に報酬を支払うことによってイベントに出席するように講演者を騙したと主張している。当事者は契約違反、過失による虚偽表示及び詐欺で訴えられている。 ニューヨーク州連邦裁判所で、ジャルール、マクファーランド、ファイアメディア、および最高マーケティング責任者、グラント・マーゴリンに対して、3度目の訴訟が起こされた。原告のマシュー・ハーリヒート・アンソニー・ロリエロは、主催者に対し、虚偽広告、重大な説明不足、怠慢、詐欺、および消費者保護法の違反があったと非難した。 最初の週末に参加者がグレートエグズーマに到着した時、島には基本的な設備もなく汚れで覆われており、テントの中で濡れた毛布にくるまれ、寝なければならなかった。と主張している。約束通りの共同シャワーや浴室はなかった。その代わり、何百人もの人々が到着したにもかかわらず、200ヤードごとに一つの仮設便所と三つのシャワーしかなかった。という。 またロリエロは様々な私物を奪われたとも主張している。金額は明記されていないが、訴状では懲罰的損害賠償や弁護士費用など様々な金銭的救済を求めている。5月4日に別の訴訟がフェスのために医療サービスを提供したナショナルイベントサービスによって起こされた。契約違反、詐欺及び主催者による過失を主張して25万ドルの 損害を受けたと主張した。訴訟は、ファイアがキャンセル保険の購入に失敗、または拒否した、及び医療用のヘリコプター、または飛行機の契約を締結することに失敗したと主張した。NES の従業員は、地元の診療所は閉まっており、宿泊施設は使用できず、虫は侵入しマットは、血が染みており、エアコンもないと報告した。また5月には、 主催者が、州の消費者詐欺行為に違反し、契約違反を犯したとして、フェスティバルの参加者、アンドリュー・ペトロジエロが、ニュージャージー州連邦裁判所に訴訟を起こした。フロリダ州連邦裁判所で、集団訴訟として起こされた第6の訴訟では、詐欺、過失、及び契約違反などが主張されている。原告であるケネス及びエミリー・リールは、主催者がフェスを、 ソーシャルメディアで批判した人々に、それを止めるよう働きかけたとして非難した。ショーン・デイリーとエドワード・アイビーを代表として、マンハッタン連邦裁判所で起こされた第7の訴訟は、これまでの訴訟で述べられた違反に加え、開催者が、フェスのキャンセル後も、VIP アップグレードや、ファイアバンドへの入金を要求し続けていた、と主張した。発見業者テーブルリストを代表として、 8番目の訴訟がボストンのサフォーク軍上級裁判所で起こされた。同社はフェスの主催者と財政支援者が契約違反を犯しテーブルリストとチケット購入者を不正に騙したと主張している。テーブルリストは訴訟に集中するために従業員の40%を解雇することを余儀なくされ顧客に返済するために350万ドル及び 事業の喪失から生じた損害賠償を求めた。2018年7月3日、ノースカロライナ州の2人の参加者に500万ドルの損害賠償が認められた。マクファーランドが不在で彼が裁判手続きに応じなかったため判決が下されたもの。ジャルールは当初共同被告とされたが、後に2人の参加者の弁護士との非公開の個人的合意の後、 訴訟から削除された。2017年5月21日、ニューヨークタイムズは、マクファーランドと彼の同僚が、郵便詐欺、電信詐欺、及び、有価証券詐欺について FBI による捜査のもとにあると報じられた。この事件は、ニューヨーク州南部地区の検事によって監督された。2017年6月30日、マクファーランドは逮捕され、1件の電信詐欺で起訴された。 2018年3月6日、マクファーランドは、アメリカ合衆国司法省が投資家を騙すため行ったとした、電信詐欺、及びチケット業者を騙すため行ったとした、電信詐欺の二つについて、有罪を認めた。2018年10月、マクファーランドは6年の刑を宣告され、2600万ウェードルの没収を命じられた。2018年7月24日、 証券取引委員会は、マクファーランド、彼が設立した2つの会社、元上級役員及び元受け置業者が100人以上の投資家から複数年にわたる大規模な詐欺行為に起因する告発を解決することで合意したことを発表した。マクファーランドは SEC に対する彼に対する申し立てを認め、少なくとも2740万ドルの返還に同意した。 グラント H マーゴリン、ダニエル・サイモン、ファイアメディア、およびマグナイゼス・インクは、最終的に和解に同意した。マーゴリンは3万5千ドルの罰金を支払う必要があり、サイモンは返還と罰金で1万5千ドル以上を支払う必要がある。和解には裁判所の承認が必要となる。2019年に、 同じファイアフェスティバルの大失敗をテーマにした日本のドキュメンタリー作品が公開された。2018年12月、ネットフリックスはファイアフェスティバル失敗の裏側に迫った独占ドキュメンタリーを2019年1月に公開すると発表した。ところが、ネットフリックスの公開4日前に競合するフールーが同じファイアフェスティバルをテーマにした独占ドキュメンタリーを サプライズ公開した。ジェンナーファーストとジュリア・ウィロビー・ネイソンが監督したフールのファイアフラウドはマクファーランドの独占インタビューを通して SNS 上に投稿された魅力的な PR の裏で行われていた醜い事実を明らかにした作品となっている。一方クリス・スミスが監督したネットフリックスのファイヤー、夢に終わった史上最高のパーティーは フェスの関係者らの告発によって、混乱や失敗に至った裏側が暴かれていくという内容になっている。二つの作品を比べると、フールー側では SNS が宣伝に大きく利用されたことが描かれているのに対して、ネットフリックス側ではそのことにほとんど触れられていない。これに関して、フールー側は、ネットフリックス側の制作には、 フェスのマーケティングを行ったフク・ジェリーが関わっているからだと主張している。実際に SNS マーケティングに関わったジェリーメディアはネットフリックスのドキュメンタリーを自社の汚名をすすぐために利用したのだとザニューリパブリックのジョセフィン・リビングストーンは指摘している。リビングストーンによればフェスの失敗直後からドキュメンタリー制作の動きはあったという。なんと最初に動いたのは マクファーランド自身であり、ファイアの宣伝動画を撮影し、後に、フルー側の制作に関わるマイケル・スワイゲンに、コンタクトを取ったという。スワイゲンによれば、マクファーランドは、自身の対面を保とうとしていたが、おそらくそれは、ドキュメンタリー制作によって、チケット購入者に返金するための資金を得ることの、二次的な、期待に過ぎなかったのだと思いますとのことである。ファイアフェスは、 資金的に破綻しており、マクファーランドは被害を受けた人々への返金を望んでいたそうだが、ドキュメンタリーが制作される前に、マクファーランドは逮捕されてしまった。その後、2017年10月には、ネットフリックス側の制作にも協力するアメリカのメディアバイスがスワイゲンに接触し、ニューヨークにあるバイスのオフィスで、バイスの関係者や映画監督のクリス・スミスと面会したという。 スワイゲンは、バイスの事務所の派手さやドキュメンタリー制作に臨む姿勢に疑念を持ち、面会後にカリフォルニアへと戻った。そこでネットフリックスと競合するフールもファイアフェスのドキュメンタリーを制作していることを知り、スワイゲンは、フールのドキュメンタリーに参加することを決めたそうである。スワイゲンは、フール側の方が、バイスで目にしたものよりもよく感じられました。 フールーの方は何か裏があるように見えなかったのですと、リビングストンに語っている。結局ネットフリックス側のドキュメンタリー制作には、ジェリーメディアが参加することになった。ジェリーメディアは、チケットを購入した被害者と、同様、マクファーランドらに騙されたのだと主張しているが、ジャーナリストらによれば、ジェリーメディアの熱烈な宣伝がなければ、ファイヤーフェスのチケットはこれほどまで。 簡単には売れなかったとされている。ジェリーメディアの元従業員であるオーレンアクスは、ジェリーメディアは世間に主張しているよりもずっと前から、ファイアフェスの問題に気づいていたと述べている。ネットフリックスドキュメンタリーの最終編集権がジェリーメディアにあったともフールーは主張しており、ジェリーメディアがネットフリックスドキュメンタリーを汚名返上に利用したと強く主張している。 一方でネットフリックスはジェリーメディアがドキュメンタリーを編集したことを否定し逆にフールは犯罪者であるマクファーランドに出演料を支払うなど倫理に反する行いをしていると急断しているネットフリックスのドキュメンタリーを監督したスミスはドキュメンタリー制作において長い時間ファイアフェスの被害者らと接触した私たちにとってはマクファーランドに 出演料を支払うことは間違った、行いに感じられますと語っている。フール u とネットフリックスのドキュメンタリー双方とも、作品としては概ね高い評価を受けている。ありがとうございます。